審者がいます。急いで来てください。私の人は逃げてください。実際に走行している新幹線で行ったというのは今回初めてになります。まずはお客様の安全を確保、これを第一に、社員に対応する社員自らの安全も十分に確保しながら行っていくのか、こういったところが一番大事なのかな。